日本バンタム級2位帝拳ジムの山中伸介赤いグローブ、一方青いグローブは大阪からやってまいりました江坂ジムの森本和春ノンランカーです。山中は勝って次は日本タイトルマッチ、その思いがあります。前哨戦ともいえる戦い、これに対して森本勝てば自らが日本ランク入りです。 54.5kg の契約ウェイト、8回戦です。バンタム級よりも 1kg 余裕のあるリミットウェイトになっています。日本バンタム級2位の赤いトランクス赤いグローブ山中伸介です。必殺の左があります。左のストレートで、まあ、これまで KO6KO あるんですが、特に去年は4試合して4戦全勝 4KO と、特にここに試合は1ラウンド KO 勝利ということになっています。その左が炸裂するんでしょうか。一方右構えが森本です。右を相手のガードのあたりに打ち込んでいきました森本です。青いグローブ青いトランクスです。左のボディ、これは距離を測った程度でしょうか。右を伸ばしています。山中です。この試合解説は元世界チャンピオンの浜田剛さんにお越しいただきました。浜田さん、はい、いよいよ前哨戦でもあるということで山中倒してほしいですよね。まあ、そういうふうにアピールするのが必要になりますよね、ただやっぱり2回ストレートの森本も左に、いや、いきなりチャンスですよ。あ、そうですね、左のボディです。左、これは左が当たるというような手応えを感じたか。あ、そうですね、森本の右目が少し真っ赤になっている。少し様子を見る状態でしたけどね、これはスタートからいけるというふうに呼んだかですね、これが2度目の後楽園ホール、前回は6回戦勝っている森本です。この雰囲気は大好きだと後楽園ホールの話を話していました。ですからそういった意味では緊張はなかったはずです。まあ、森本とすると少しずつじわりじわりしつこく行きたいところではあるんですけどね、はい、見事に当たった。すぐにタオルが投入されました。やっぱりダメージはあるというふうにセコンドは見たでしょうね。判断したんでしょうね。いや、これで3試合連続1ラウンド KO ということになりました、ね、山中伸介。細身の体なんですけど、左の一発は抜群のものありますよね。いや、なんという左でしょうか。そうですね、やっぱり、まあ、持って生まれたものもあるでしょうけど、はい、相当鍛えられた左手、あることは確かですね。そうですね、まあ、森本もしつこく行きたいところだったんですけど、はい、いきなりいいの食いましたからね。そうなんですね、まあ、しつこく行く暇がちょっと時間がなかったというところですね、はい、初めての日本ランカーとの対戦、このボクシングの聖地ともいえる後楽園ホール張り切っていたんですけれども、まあ、その前に一発大きいの食いましたからね。1ラウンド1分44秒、1ラウンド1分45秒、山中伸介が見事な左で、これで5試合連続 KO、 3試合連続の1ラウンド KO ということになりました。今ようやく抱えられていた森本和春立ち上がりました。お互いの健闘を称え合ったというところですが、少し、まあ、初めての日本ランカーとの対戦、残念な気持ちもあるでしょうが、しかしそれにしても浜田さん、はい、山中のパンチ力、もう左は抜群のもんありますよね、はい、右で距離を測っておいて左一発でした。本当一発ですよね。ただこの前にコンビネーションでも左、いいものありましたね。だから左さえ当てればという完全なる自信持ちましたね。だから、はい、ある意味波のある選手ではあったんですけどね、山中は課題があったわけですね。あったわけですけど、これだけ自信持つと本当に怖いものなくなってしまいますよね、アマチュア時代には南京都高校から専修大学とキャリアがありました。6回戦デビューでした。ただ引き分け2つを挟んでここまで無敗できている。ただただ去年から5連続 KO 3連続 KO ですから、まあ、そういうところではですね、やっぱり、はい、ボクシングの流れ、そして左の決め方、倒し方、それを完全に掴んだということは言えるでしょうね。次は日本タイトル挑戦ということになりますね。まあ、そういうことですね、はい、この勢いだと行きそうな感じしますね。帝拳ジムの日本バンタム級に山中伸介、見事な得意の左ストレートで森本和春を捉えました。 KO 勝利です。